新型コロナ陽性者の全数把握見直しが全国で始まるのに合わせて、自宅療養者を電話でサポートする道の機関が運用を始めました。今日から運用が始まった道の陽性者健康サポートセンター、対象となる陽性者は、すでに市独自で対応している札幌市や旭川市などを除く道内全域に住む65歳未満で症状が軽く自宅療養している人です。電話番号は 0120-303-111 で、自宅療養中に体調が悪くなったときや困ったことがあったときに、看護師などが24時間体制で相談に応じます。